クミンです。お弁当作ってます。今日はですね、あと5分。今日はね、カレーでございます。私何にもしてなくって、ココットがカレー作ってくれて、レンチン野菜とお野菜とレンチンゆで卵何にもしてないよ。で、私がするのは今ね、あ、できたできた、これかき混ぜなきゃいけないんだよ。と言ってもあと5分なんですよ。5分でやりたいことはいっぱいあるのに、なんだかリーマンパパと話し込んじゃいました。カレー粉入れたかったんだよな。カレー粉、これからし、カレー粉いって辛くしたかったんだけど、間に合ったらね。回ってる。今日ね、なんかすごいここが明るすぎて飛んじゃって、なんか飛んでますよね。飛んでイスタンブール。あー、ソーセージ焼きたい。ソーセージは焼かないと朝ごはんがないのよ。ソーセージ焼かないと朝ごはんがない。まずパパの分。早く焼けるようにいっぱい切り目入れとこっか。あと本当に5分。あ、おとと。言うこと聞いてみんな、はい、整列してください。あ、入れちゃう。油も引かないで入れちゃって。どうすんの？油も引かないで入れちゃってどうすんのよ。どうすんのよ。これくらい入れるから大丈夫よ。油をね、油いらないフライパンなんですが、ちょっと、注いで。軽くね、はい、塩振っちゃって、そしてブラックペッパー振っちゃって、はい、あとは炒まってちょうだい。それでゆで卵下にゴミ箱があるので。半熟っぽい。これパンに入れようと思ったけど、嘘でしょ。嘘でしょ。嘘じゃないね。嘘じゃないって言って。サスペンスだろ。嘘じゃないって言って。私じゃないわ、犯人は。ゆでてめぎ。なんかゆで卵を見るとなんか幸せになる。たまにはね、そう、カレー粉入れたいのよ、カレー粉。それで、きゅうり、ここに入ってるのはね、もうね、洗って入れてあるんですね、いつもね。急に無口。これさ、あ、ゴムベラで炒めればいい。これね、焦げちゃうとダメなのよ。焦げちゃうとカレー粉はダメなので、本当は目離せないんだけど、マヨネーズ取ってくる。マヨネーズ、私なんか取らなきゃいけないんだよ。なんだろう、そうラッキョウとさ、福神漬け入れる時間があるのか。らっきょうと福神漬け、マヨネーズ、うわー、かき混ぜます。
具材を入れて無水調理、卵と玉ねぎの水分、野菜の水分だけで、野菜の水分だけで、でカレー粉の一旦入れます。これ入れるとね、辛くなるのよ、辛くなるのよ。わー、スパイシー、固め。さあ盛り付けますよ。ね。すごい時間。盛り付けなきゃいけない時間。もうこれね、刻んで入れとくだけ、もうカレー粉に至るまで。ね、もう本当に何度もねご紹介させていただいておりますが、いつもねこの私が食べたいものを作るので、ちょっとこれだけカレーの出来切り、そしてですね、この卵を乗っけて、これこんなで本当できるの？怖い。できましたー。これ入れちゃおうか。細いやつね、あるんですよ、探せば。うちもあるんですが出してない。またお肉全部パパのとこ行っちゃう。それってどういうこと？本当にパパ行っちゃう。えみちゃんがパパ追っかけて、ご飯よそってないじゃん。カレーの時はね、結構食べるんです。これに大盛りに入って本当に行っちゃった。マジで行っちゃった。今お湯入れてます。結構入る。あ、もう時間が本当やばい。ちょっとこれいいですね。かぼちゃ、ブロッコリー、赤パプリカ、はい、コーン。レンチン。あ、ちょっとどうしよう。あ、もうダメだ。もうタイムリミットだ。タイムリミットなんだけど、朝ごはんがないよ。朝ごはんがない。30秒大丈夫？ダメ？もう行く？あと30秒。
るの？ここが影になったらちゃんと映ってる。行きました。最後の最後、なんかもうあのマヨネーズとキュウリとレタスとあの卵を仕込んで、これにドッグパンにでソーセージ入れて、で福神漬けは入らなくてで私福神漬け好きだから私福神漬け食べよう。福神漬けが入らなくて、でこれを今入れて、でちょっとこれ入れてきますね。ちょっともといもとい落ち着け。もう行ったぞパパ、カレー持って行ったぞね、カレー持って行ったぞ。あトマトサラダごめんねうるさくて、これママ食べる朝、ちょっと冷蔵庫にトマトサラダいやでも野菜いっぱい入ってるから、これ本当にあのね、人参と玉ねぎを四個玉入れて、でねお肉をあえて、あでもほらもう50分トロトロやってるから、お肉ももうちぎれちゃってる、切らなくても1枚ね、ロースの1枚をそのまま入れたんですよ。であの溶けちゃうから存在感出すためにそのまま1枚ずつこう並べてね入れたんです。で温野菜が乗ってご飯入れたよねそしてあこれちょっとピリ辛よっこしょ。ピリ辛を入れて、今日はねもうすべてなんかもうあのこのココットとそれからあのオーブンがあのやってくれるからそのままでいいと思って、
ね。そのまんまでいいと思って、あ、時間かからないぞと言いながら、なんかあの洗面台のとこでパパと話し込んでしまって、あ、これはでね、100均で買ったんですよ、これを。あ、これ挟む、ここの習慣の洗いがちょっと足りないかな。あ、ちょっと洗いが、あ、取れた。これでスライス、そしてこれで何切り、これが、あ、これが半分、横に半分なんだ。ちょっと全部食べるからやってみますか。まず剥きましょう。今日はね、あの、もうとにかくね、メニューはあの考えない、自分が食べたいもの自分が食べたいもの今剥いてます。自分がた、あ、殻落ちちゃった。自分が食べたいものを作るのでね、だからね、メニューにはね、あの、困らないっていうか、もう自分の本能に任せてね。ちょっとね、柔らかかったからね、半熟が好きで、半熟を作ってるので、あと2つにね、まあ、細かくして卵サンド作ってもいいし、私まだ熱い、カレーが、お、朝から全然声を、小さい声で喋ってたら、卵剥いてます。ちょっと蓋だけ閉めておこうかね、これね。よいしょ。あ、味見しても、もうあの辛さね、カレー粉足した分の辛さ、こんなに細かく切ってるんですよ。美味しい。あ、これは美味しい。蓋は熱い、大丈夫。ソーセージが3本、紅茶入れたし、なんとからっきょうが入ったから、らっきょうないとね。それで今、あれ、あそこ、いいんだ、今これをやったの、これをやってスライスで、これで半分でも、こうやって切るのに横に切るんだね、横に切る、これで、これ見えるかな、これもいらないね。これでお酢、これ真ん中に、これでいいかな。ダダ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 、ブジュ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 、ブジュ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 ルリー。あれ、おー、ここ、ケイ君私はミネソタの歌、あ、これ以上歌っちゃうとちょっと大人の事情が発生する。クいいですね、これもありですね。私、こう縦に切る発想はなかった。こっちにこれ綺麗、そしてこれですね、これが横にやって、怖い、なんかね、潰れそうになるの今ね、こんな感じ。これでブジュ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 ブジュレブジュレブル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 レ、おー、こんな細かく切って何使うんだろう今こんな感じ。これを、あ、持ち上げると、あ、はあ、
ね、100均にね、今どんなものがあるか、でね、卵料理がこれだけ流行っているから。でもね、これね、これだけ小さいと、でもちょっとあの、小すぎたかな。こんな小さいと、お子さんのお弁当にいいかもね。いや、これは楽しい。で、ちょっとこれ全部なんか、あの、マヨネーズ合いそうになりそうな。わ、これは楽しいわ。卵料理奥深い。それでですね、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 ですね、コメントでですね、あのいつもサンドイッチとかホットサンドイッチとか、そっち系なので、ホットドッグどうですかって言って、あ、ホットドッグでね、大きいソーセージはないんだけど、ウインナーがもうそろそろ使っちゃわなきゃいけないので、ウインナーをどこかで入れようと思って、そうだ、ウインナーホットドッグにしようと思って、昨日あの仕事帰りにこれ、このホットドッグ用のパンって言ってね、この割れてるやつ、これを買ってきてもらったんですよ。で、これあの本当は炙って、あのマスタード塗ってケチャップ系のホットドッグ、ホットドッグってケチャップ系ですよね。それがね、もう1ヶ月以上マスタードマスタードとかマスタードとか粒マスタードとか言ってるのに、また頼んでなくって。待って、マスタードないと、粒マスタードとかマスタードないとケチャップ味ってポエッとするよなと思って、あ、これは野菜を食べてもらうためにね、野菜を食べてもらうためにもう普通にあのソーセージサンドイッチ、結局ホットドッグじゃないの。焼く時間もないし、焼く時間もないし、結局さ、結局じゃない、結局薬局。どの局。ねえ、結局こういう感じになるのよね。そうそうそう、それでね、それがこれ100円ショップで買ってきたやつね。そしてその前にですね、なんで今剥きやすかったかっていうと、いろいろね、剥き方もね、あの皆さんに教えていただいたんです。なんですが、これ見つけちゃって、これプチってやるだけで皮が剥けるってやつ、これも100均で。これね、でもね、危ないのはね、あのオンとクローズとオフがあって、クローズにしとかないと、ここね、触っちゃうとこっち針出てるので、プシっていっちゃうので、あの必ずロックかけても、これはね、ロックがね、ちょっと緩いので、これはなんかね、ケースに入れてしまおうと思います。はい、これを買ってきまして、もうどんどん卵料理が楽しくなっていく。で、これリフレのお客様にいただいた、もうね、あの本当にホクホクなんですよ、こういうのでもね、もう本当にレンチン、あのここにすのこが入っていて、で、すのこのところにお水をちょっとだけ入れて、でいつもね、こういうパプリカとかね、ここら辺ね、全部ね、油で揚げてたんですよ。そうするとね、これ蒸しただけで栄養価はその水に流れないし、あのまあ電子レンジがあのちょっと苦手っていう方もいると思うんです、自然な感じっていう方もいると思うんですが、なんかもう朝のお弁当もうこれでいいって感じ。うん、で、あのホクホクに、何やってもホクホク、甘い甘い甘い。これはやりすぎないっていうとこがポイントですね。だから自分家のあのレンジの特徴をつかむ、はい、っていうことで、今日はね、何もして、それでね、もうみじん切りやるためにもうこれ買ってきたのに、100円ショップで300円で、これは YouTube であの使ってる方を見て、私まだこれ開けてないんだ、そういえば開いてないぞ、一回も使ってないんだけど、これで今日ね、試し切りしたいけど、もう野菜が冷蔵庫にない。冷蔵庫が空っぽになっている。あ、これがあった、冷蔵庫がもう空っぽ。試し切りがいつになったらこれをやるんだろう。
でね、これねピンクがねあったんですけど、ピンクのねサイズとかね形とかをこれでねこうやって、あ、この音この音、 YouTube でもこの音だった、手動でよいしょ、あ、しっかりついてる、どうやって開けるの、プラスチック、あ、ちゃんとこうだ、こうじゃなくってこうでもなくって、ここに見えるかな、ここほら、ここにストッパーがついていて、ここにやってほら、ちゃんと安全装置が、あ、洗うの簡単そう、いいね、これ使おう、チョッパーで、もうちょっと小さいとほら、ここがちょうどかましていい感じ、あ、これいいね、これいいね、なんか刻みたくなるけど何もないから一回しまおうかなんかこれあたりの、これあたりのなんかこうグッズが増えてまいりましたけれども、でね、もうね絶対使わないっていうものを、でこれはねもう毎回あのご説明してて、あの、ショコラを作るときに、あの、粉のお砂糖を振りかけるときにここに入れてこうしてこうやるんだけど、あのこう揚げ物の片栗粉なんかも私これでねこうやってやるとこんな風になってて、これかわいいでしょ、これほら、これ好きなんですよ、でこの間の餃子これもね、あの水餃子の時に焼く時には自分でこうやってやるんですけど、これ真っ平らになっていい感じで美味しいんです、水餃子に。あとはねこれポテトをこう潰すやつ、これもいいですね、はい。あとはもうバーナーとかトックとか、TikTok、 あと最近ちょっとパン焼いてないので、あ、パンのブラシがどっか行っちゃった、小さいのなんかもお菓子作りにね使ってるんですね、こういうのはね Amazon でセットでなんかもうバラバラバラっていうので、このシリコン製を間違えないように、私プラスチック買っちゃった時があって、シリコン製をでね、あのこれ皆さんね使いたいって本当にね、もう揚げ物でも何でもこの穴が開いてるってすごくね水切りにすっごくいいんですよ。でもねこれがね、ちょっと1ヶ月ぐらい前にもうアマゾンで売り切れてて、でこっちはありましたね、こっちはこれも使いやすいです、うん、これはでも何か年、ね、何代目かになってますね、そうで、キッチンをね紹介してくださいなんて言っててね、またちょっとこっち片付けたりとかしたらね、ちょっと道具が増えてるのでねご紹介したいと思います。それでですね、私ねちょっとここのところですね、あのダイエットを始めまして、でその美容整体の先生の、あ、ここが肉がなくなってる、マジ上に寝てここ腸もみ、私チネーザンもやってるんですけど、チネーザンのお腹のマッサージ、腸マッサージをちょっと資格っていうか教室で取得してるので、それはもう見なくても大丈夫なんですけど、ここをね、あのつまむっていうのはね、寝ながらね、やってたんですよ、そのビデオ見ながら。そしたらここが、あ、ここがスッとしてる。あとはね、ここにね、私すっごい水分溜まる。あ、料理動画です。すいません、主婦のあのなんかつぶやきでございます。ここからもうだいぶ前から主婦のリーマンパパ行ってから主婦のつぶやきです。ここがねもたもたもたってしてたんですけど、これはねあのね眼輪筋のこうあの日本医科歯科大学に歯顎が開かなくなった時に行ったら、それはあの顎でも歯でもなくって噛み合わせでもなくって、眼輪筋の筋膜があの弱ってるからです、老化です、加齢ですって言われてでマッサージの仕方を教わってきたんですけど、それをねやりつつ、でその美容整体の先生は顔のこのリンパの流れもやってるんだけれど、例えばここのねここら辺を、ここ結構痛いんですよ、ここら辺を30秒ぐらいずっと押すとかね、
軽くで、リンパの流しは本当軽くでいいんですけど、ここは結構ね、くるんですよ。このくるのが良かったりね、あとはこういうところをね、こう上げたりね、そう、私たちはリフレでこういうふうにこうやってお客様とこうやって上げて、こうやって上げてるんですけど、こうやってで、ここもね、ここにここもツボがあって、私たちはこうやってお客様のこうやって上げてるんですけど、はい、でもここにね指を、私のあとね、ここのこめかみのところは私親指でね、こうやってこうやって、わかるかな、こうやって目つかないで上げると、これ気持ちいいんですよ。上げた後に眉のところをこうやってやって、ここ、こう、こうやってで、ここで終わるんですけど、耳下腺まで行って、こうやってで、こういうとこ押さえて、もうこのね、あとここですね、ここ鎖骨のところ、あの洋服着た方がいいですね、すれちゃう、あとクリームつけるかね、こうやってね、あとね、この脇なんですよ、ここの脇にね、液化リンパとこの鼠径リンパ、コマネチって言えば、その先生も寝てて、ここら辺をこうやってね、あのこうやって力を入れて、まあここはほんのちょっとだけ力入れて、そうするとね、あのこことここに老廃物が流れていって、はい、で肝臓に行って毒素が流れるというね、汗とか、まあはい、うーんとか、はい、そうなんですよ、はい、ここね、あとここをねつまむって、私たちもね、あのリフレでお客様のこうやってグーって上げたり、こう引っ張ったり、ここグーって引っ張ったりとかするんですけど、であとこういうとこに流してで、ね、こう流すとこうするんですけど、ここつまむといいって言って、でこのここつまんだら、こっち側、あ、すごい腕、こう見て、この肉、このほら振り袖、今ねこれをなくさないといけないんですよ、これ、これこのぐらいの細さだったのに、これが余分、ここのね反対側、これ、はあ、たくましくなったでしょ、これおるおるおるこれ変なサムネになりそう、そう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 、これこれで、ここがね、朝触ったらね、ええと思って、ここがつまんだところが、であとはもう自分のこの知念山のスキルでお腹をやれば、ここら辺のお肉も、あ、腸が動いて、あ、ズボンが触ってきたそうそうそう、これえ、ちょっと、どっちやろ、私はね、そのなんでその話になるかって、朝のですね、ちょっと除菌をして、はい、朝のですねジュースをですね、青汁もそうなんですよ、青汁もそうなんですが、今はですね、私牛乳で唯一飲めるのがこの美味しい牛乳、あとはなんかお腹ゴロゴロしちゃうんです、なんかた、あの体質とか相性だと思うんですよ、それに今ね、これを毎朝飲んでるんです、これ、はい、これがね、あの、きなこっぽいっていうか、あのお豆っぽいっていうか、すごくね香りがいいんです、で私ね、お豆さんがねちょっと苦手なところがあるので牛乳を使ってるんですけど、で大体 200cc で測ったんです、 200cc このぐらいなんですよね、このぐらい 200cc にこれを2杯、なんかトウモロコシのようなね、こんな感じちょっとね黄色っぽい感じの、これをすり切り2杯、これで、これがね60キロカロリーだったかな、1杯でも牛乳で作るともうちょっと上がっちゃうか、でこれにですね、私はね、あと、青汁はもう毎回、はい、今これです青汁ね、皆さん、あの紹介してくださいってね、その度に言ってくださるのでね、それで、あれ向こうにしまっちゃったか、もう一つね、いちご味のあのダイエットの朝日のやつがあったんです、ずっと飲んでたやつ、たまにそれを混ぜたりするんですけど、でもね、この牛乳とこのお豆さんのなんか豆乳をもっと香ばしくした感じ、これはねとても今美味しくて、
それで、サプリメント各種、あのね、私日本薬師堂さんとすごく相性がいいみたいで、日本薬師堂さんのものを取り寄せてるんですが、今ですね、このこれ、あ、そう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 、ラークセブン、はい、コマーシャル契約、ネット契約切れております。切れてますけど、もう何年もずっと飲み続けてます。で、関節が痛い時はこれで、普段の今ちょっとね、なくなっちゃってて今日来るんですけどね、はい、これでね、これはね、コーティングされてます。こっちはね、ちょっとあのお薬っぽい香りはします。で、こっちはコーティングされていて、骨を丈夫にしてくれるっていうんで、私結構あのバランスバランスバランス、私で結構好きなんですよ、バランス。うえもう骨のおかげです、骨のおかげ。あと私ね、昔からね、これはね、遺伝するのかな、中性脂肪コレステロール下がったことがないんです。で、獣医師さんじゃない、私獣医師さんじゃない、病院の先生、だいぶ前にもうね、血圧下げる、血圧じゃなくてあのコレステロール下げる、もうね、薬を飲んでいいとしたよって言われたんですけど、まだ飲まないでいるんですね。なので、もうちょっとコロナ落ち着いたら健康診断にね、行ってみようと思うんです。下がってるかどうか、これですね、はい、コレステロール。そしてこれもあの、通販番組でご紹介させていただいて、専属契約はないんですけれどこれですって、これずっと飲んでますね、はい、野菜いっぱい取ってるのにね。で、今ですね、今お料理動画見てる人にあのお通知の話はいけないのかな、おそらくね、もうすっきりと毎日、もう本当にびっくりするほど。ご飯中の方大丈夫、ごめんなさいね、ごめんなさいね、はい、想像しちゃいましたよね、ごめんなさい。大丈夫かな、これちょっと書いとかなきゃいけないね。これがですね、炭に油とか、そういうその、余分な栄養素を、余分なものを、あのこれ1日に2カプセルで、私は食べた時にこう1カプセル、たくさん食べた時、お米とかなんかこう糖質系のものを食べた時にこれ1カプセル、これね、ずっと続けてますね。そうなんですよ、これに出会ったんです。で、これと違う製品がね、あるんですけど、多分あのテレビでよくね、通販やってるやつだと思うんですけど、妙な魚のシリーズの新しい版でも、もうだいぶ前にご紹介したからね、はい、専属契約ではございません。そしてこれもね、もうね、2年半3年飲んでる、ちょっとパッケージ捨てちゃった、プロズマローゲン。これね、鶏の胸から抽出、あのプラズマローゲンどっちだろうの、ホタテとかが多いんですけど、これは鶏胸肉から抽出されていて、それも鶏むね肉からほんのちょっとしか抽出できないもの。これは販売できるようになったのは、大手のハム会社さんが提携して、九州大学の教授が開発したもので、認知機能にいいっていうことで、認知症予防とか、あの記憶力とか。で、私ね、ある日ね、あ、これ飲みますね、ある日ですね、あの久々にこうセリフみたいなの覚えなきゃいけないのがあって、で、なんかこう、もうセリフが覚えられないっていうプレッシャーで、余計なんかこう覚えてるんだけど現場行くと詰まっちゃうみたいな、で NG たくさん出しちゃっても落ち込むみたいんで、もうちょっとドラマできないわみたいな時期があったんですけど、すいません、今ボリボリしましたはい、であったんですけど、これをずっと1年半飲んで、たまたま覚える仕事が、あのこうドラマ的な、ほんのちょっとなんですけど、あって、そしたら
スラスラ入ってくるの。もちろんね、あの年齢的に度忘れとか、あれなんだったっけとか、それからあの出てこないこととか、あれなんだっけなんだっけあるんですが、もうとにかく入る。もう言葉でも音楽でも振り付けでも入るね。なのになんで忘れるのって、なんで忘れるのって、これはねおっちょこちょいです。時間があってきっちりと頭の中が整理できれば忘れないんですけども、とにかくもう目の前にあるものを入れてうわーって感じなので、言い訳してますで、あのね、やはりね、物を考えようとか覚えとこうって意識がなくて、ほえーっとやってると、今みたいにトマトサラダ入れときます、あのトマトサラダ持っていかなきゃっていうね、あの頭の中でトレーニングっていうか、その植え付けていくと覚えていくんですね。そう、これでもこれだけじゃね記憶力よくならないです。やっぱりね、記憶力術のインストラクターやってますけど、努力なんですね。忘れそうになると、こうもう一回見直す、言ってみる、反復するのを繰り返して脳に記憶させていくんですね。でね、脳の海馬っていうところがありましてね、そこがね記憶してくれるんですけれど、そこがね、もうそいつがね勝手にね、朝起きた時にね、この情報いらないって、私は欲しい情報なのにいらないって言ってね、削除しちゃうんですよ。だからもう勝手に削除しちゃうから、その削除、覚えたいもの削除されちゃったものをもう一回見直す。でね、夜寝る前に暗記したいものをこう見るんですよ。読んでて、で寝てる間に記憶が定着していって、こう海馬がこうより分けちゃうので、朝起きた時に枕元に置いといて、もう一回見直す。それのね繰り返ししてるとね、自然に覚えちゃいますね。あとはね、あの興味のあるものは覚えますね。あとはね、いろんな覚える記憶術があるんですよ。あのね、例えば私ね、このあのターナーを大好きなティナ・ターナーさんで覚えたあ、ティナだったかな、ターナーだ、あ、ターナーだ、ターナーだ、合ってるかしらって覚えたんですけど、そうやって、ね、昔ほら歴史とかね、いろんなのに置き換えて、皆さん覚えません、覚えませんでした。そうそう、それなんでね、うん、そうやってね、なかなか飲まない味ですね。はいはい、飲みます。あ、はいはいって言って、うちの母親にはいは1回って怒られる。おいしいわ。あ、このね、飲んだ後の牛乳の甘さの後にこの大豆の香りがふわーっとす、はあ、この大豆の香りは好き。私あの番組でダイエットさせていただいた時に、もう私の身長の年齢のモデルサイズまで行った時に、やっぱりね、身長と年齢の、あの普通サイズ、モデルサイズといろいろサイズがあるんですよ。どこ目指したかっていうと、モデルサイズ目指しまして、で今考えるとちょっとガリガリだったかなと、その時の写真見るともうちょっと肉付きがあっていいかなって思ったんですけど、その時はもう痩せてる時って分かんないんですね。で太っちゃった時も自分で気づかなくって、写真を見たりなんか人に言ってもらって分かるんですけども、それのモデルサイズまで行った時に、あの酵素ドリンクっていうのをやったんですよ。そのエステ会社と、提携、番組が提携して、でそのスリム酵素、スリム、あ、そう、スリムビューティーハウスさん、うん、あ、これ言っていいのかな、いいですねはい、で脳酵素をですね飲んでたんですけれども、一口飲んだらもぐもぐもぐって噛む、こうやって飲むと噛んだっていうのは脳に行くんですよ。そう、なんか満腹感を感じてくるので、もうジュースにしても液体にしてももぐ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 ってやつ教わったんですよ。皆さんダイエット興味あります今だからその、ね、美容整体っていう方のやつをね、ちょっとチャンネルと、あ、ここら辺もちょっと油が見えたでね、
私が今ね、加圧ドレナージュっていう技術を学んだんですね。でそれはまだあの背中だけなんですけれど、あの、教室ではモデルさんを30分間先生とかやったんですけど、もう片面だけやったら片面はもうもっこりしていて、片面はもう肩甲骨、股骨が出ちゃって、なおかつもうあのウエストのくびれが出ちゃったっていうぐらい、もう本当に軽くこうやって、リンパの流れってすごいですね、流しただけなんですよ。でね、この間ねリフレのお客様にねちょっとやらせていただいたんです。そうしたらね、もうあの公表しませんので写真撮ってあのお見せしたいんですけど、どうぞどうぞって言って、やる前とで片方やっただけと写真撮ったら、もうお客さんびっくりされて、肩甲骨が出ちゃって、でウエストはねちょっとその時ちょっと時間的にやらなかったんですけど、もうこのくびれと、だからね、ここのリンパを流したここら辺が全部すっきりするのに自分じゃできないんですよ。でね、そのね、王先生教わったスーザン千春先生、はい、スーザン千春先生の加圧ドレナージュを施術をですね、もう1ヶ月半ぐらい前から、予約していて、やっともう少しでその先生がちょっと地方に住んでらっしゃって出てくるので、はい、数日後に受けることになってまして、でその時は授業では業者さんのプロだけが集まる講習会なので、部分だけだったんですけど、あ、ちょっとつまり元ありがとうございました、この粉が詰まった、はい、でスーザン千春先生の施術を全身受けて、もう1時間半ばっちり受けて、それで思い出そうかなと。あとはやっぱり自分もエステの学校とか、いろんなそのエステの同じ種類でも違う先生の技術とかいろいろ学んできたので、スーザン千春先生の施術をもうとにかく寝ないで寝ないでもう頭に叩き込んで、あそこはその圧か、そこはその主義か、こっちで行くかこっちで行くか、こう来たらこう来たか、こう来たらこう来たかみたいのをちょっとね1時間半、まあ重ねてね、先生がいらっしゃる時に、まあ、1ヶ月に1回ぐらいは予約なんとか潜り込んで受けながら教わろうかなと思って。そうなんです、先生のところに弟子入れすればいいんですけどね、今それができないので、せめて1ヶ月に1回の。でね、そのお客様がね、どうですかしたらね、どっちかっていうと、私はリンパマッサージでほんとにゾゾってこんな感じの、だけども私は反射区も勉強してるので、あ、こう来たんだけど、あ、ここはしっかり押さえてこうやってこうやって絞ってみたいなね、全部混ぜこぜにしてるんですよ。で顔もですね、ここの頭の反射区、ヘッドスパのやつをやりながら、エステのこの流しをしながらとか、もう部分部分で持ってる技術をもうごちゃ混ぜにして、その時しかできない、もうその時に手のひらが感じたことをこうやる、なんか偉そうですね、まだ初心者です、してしゃすいません、もうね、全部を踏まえてやってるわけですよ。なのでそのスーザン千春先生の修行ですね、また自分の体で体験して、でこうやって、でいつもの強めのお客様だったんだ、強めのお客様にグーッ足をね、こうやってね、リンパ流して、こうやってね、こうやってね、こうやってグーッてやってる中、ここの背中のところをゆるーくね、グーグーグーッとね、リンパ流したんですよ、軽めにね。そしたら、物足りなかったですかしたらね、気持ちよかったって言ってくださって、でだからリンパが流れると圧がかかったその気持ちいい感は、その瞬間の気持ちいい感はないけど、後で楽になるっていうのをね、見ていただけるとね、感じていただけるといいなと思うんですね。まあその時のね、お客様のね、はい、あ、料理動画ですはい、ということでこのね、ダイエットから、はい、100均の
カレー作りました。はい、なんちゃってホットドッグできなくって、なんちゃってソーセージサンドイッチ作りました。はい、で私がちょっと今ね、そのあの美容の、美容整体の先生の動画にハマって体操をしてるっていうのと、今これの、はい、で朝日のねいちご味も飲んでるんですよ。で青汁も飲んでるんですよ。はい、ということで、あと半月でなんとか絞って歌衣装が入ってステージの仕事をするというねもう本当にドタマにならないとやらないんですけど、そうやってねポーンとねステージが入ってくれたことでね、えこうやって健康になれるわけですから、はい、ということで今日もですねありがとうございました。いつもねドタバタドタバタと言いながら、最初からドタバタしてますけど、今土壇場になって間に合わないかもしれないって思った今日が一番トップかな、自分の中の気持ちではこうやってすっきりしていてもう物ができてるぞっていう風になってるんだけど、自分の中ではちょっと焦りマックスでしたはい、それではですね、今日も皆様も健康で、やはりね、太陽にちょっと浴びてセロトニン作ったりとか、ね、イライラしづらいですか、あとここら辺に自律神経が溜まってますからね、ちょっとここら辺をね、さすったりとかね、さすってもらったりとかね、あと伸びですね、伸びは肝心、伸び、でね、もう終わるかと思いきや、こういう腹筋と腰痛くなりますけど、逆腹筋って言って、こっち伸ばして呼吸、これ結構ねここに来るんですよ、逆腹筋ね、いろいろちょっと心拍数ね上げるの苦手な方、腰痛な方でも筋は伸ばしていた方がいいので、はい、またこれはリフレの方でお話ししたいと思います。はい、今日もですねハッピーとラッキーでハピラキでー料理動画でー